三重県はきょう国のまん延防止等重点措置の適用要請に必要となる有識者を交えた対策検討会議を開き出席者から異論がなかったことから国に措置の適用を要請することを決めました国への適用要請は会議終了後速やかに行われました措置の内容や適用区域などについては国の方針などを受けて最終的に決めるとしていますが

県の対策会議を開き要請内容などを正式に決める予定です。